志保さん、はい、何その顔何その顔、はい、志保さん、はい、どうしたんですか。どうしたって言いますと、うん、何があったんですか。なんと私、はい、エアコンのリモコンをなくしてしまいました。はい、最悪。はい、平日の日にまあなんかドタバタしてたんだよね、放課後。そうなんですよ。でね、どこでねエアコンを最後につけたかとかね、全く覚えてないって言うんですよね。全くですよ、全く。例えばさ、ベッドの上でつけたとか、机の上でつけたとか、机の上っていうか机のところでつけたとか、このリモコン入れのところにあったのをつけたとかさ、そういう細かいことは一切覚えてないんですか。覚えてません。やばいですね。まあその日ちょっとね、お友達が遊びに来てて、多分めっちゃ急いでて、うん、クーラーをとりあえずバッてつけて、部屋を冷やしとこうと思って、一番最初に多分クーラーの横を取った気がして、でその後なんか多分この辺に出てたものをちゃちゃっと片付け、急いで片付けてたんだろうと思うんだけど、それで迎えに行ったっていうか、まあお友達が来ちゃったっていう感じかな。でその後ね、実はもうママとパパも一緒にめっちゃ探しました、細かいところまで。はい、一緒に探しました。はい、このいつもあんまり通らないね、このあそこね、この細い道も、うん、一応ね、お友達とか来た時にこう通って遊んでたんで。あ、通って遊んでた。そう、あと裏、机のその裏物が、はい、落ちてる、いつも落ちちゃう裏も、はい、ベランダから回って下とかチェックしたんだけど、はい、ありませんでした。ないで、テレビ台の下とかソファーの下とか全部見たけどなく、で翔ちゃんがその日ゴミって言って出してたゴミ箱もちょっとママ漁って、一緒にゴミで捨ててないかなと思って見たけど、一切ありませんでしたね。なんでないだろうね、本当に。でもさ、困るんだよね、本当。いや、エアコンのリモコンがなくなるってことは、エアコンが動かなくなってしまうということで、もう今の時期さ、暑いとさ、死ぬ。はい、熱中症になって、命も危ういことになる、なりかねないんですよ。はい。ね、ちょっとママ怒ってますけど。すいません。本当に。実はママちょっと怒ってますけど。ごめんなさい。本当に。ね、ちゃんとしないとね、自分の部屋があって自分のエアコンがあるってことは、千穂ちゃんしか管理する人はいないと思ってくださいね。前から思ってます。思ってたらなくさないでしょ。ないっていうか、どこでエアコンをつけたか全く覚えてないっていうのはどういうことって感じ。多少なりともここで一回つけて、その後見当たらなくなったとかならまだわかるよ。どこでつけたか一切記憶にないっていうのはどういうことでしょう。本当に覚えてない。私覚えてない。どうしてこんなに覚えてないんだろうってすっごい思うけど、本当覚えてないの。で水曜日になくして、でその日はたまたま、ほんとたまたまその日の夜から涼しくなったんだよね。そう、神様が見てるかのように、前日までほんとクーラー入れないと暑いっていう感じで寝れなかったんだけど、その日はほんとに運よく涼しくてクーラーなしでも行けたんだよね、夜で。何度かんだで雨が降ったりして、ちょっと涼しい日が続いたわけですよ。で水木金なんとか乗り切りました、クーラーなしで、はい、素晴らしいですね。で土曜日やっともう諦めて、もう3日間探しても見つからなかったので諦めて買いに行きました。じゃじゃん、これが電気屋さん行ってクーラーのリモコンなくしちゃったんですけどって言ったら、お店の人がメーカーは何ですかって言って、パナソニックですって言ったら、はいこれですって言って、3分ぐらいで終わりました、買い物。実はもう1回開けてるんですけど。そうなんですよ、もうつけちゃったんです。はい、もうこれです。これがパナソニックのクーラーに全部使えるっていうリモコンが、今便利なものが売ってるんですね。ね、本当に本当すごいよね。実はうち1階のね、あのリビングのエアコンもパナソニックで、はい、実はこれ両方使えるんだよね。下もこれで動きます。まあ下のリモコンはちゃんとあるのでね、いいんですけど。
私なんでこんなことなくすんだろう。私この前自転車の鍵もなくして、そう自転車の鍵もなくしてないない騒いでて、そう2個あったのに2個ともなくしちゃったし、本当にやっぱと思ってもうありませんって言うから、ちゃんとカバン一つ一つ持ってるカバン全部調べなさいって言ったら、えってーとか言って探してないじゃんと思って探したんです。もう本当ポケットにあったの、ポケットの下の方にあったの、こういうことばっかりなんですよ本当。でも本当にエアコンなくて、エアコンないよね、どうしちゃったんだろうか。でベッドもちゃんと見たんでしょ、隅々まで。マジちゃんともうこうやっててもゲット、もうベッドのこうめくってお布団めくって見たんでしょ。はい、なんでなくなるんだろうね、不思議だよね。でもさすがにねこれエアコンはもうなくしたら本当命にも関わるので仕方がなく買ったけど、気をつけてねこれから。わかりましたか。エアコンはちょっとこの時期は本当つけてないと命に関わることが起きるから、なくしたら大変よ、すぐ買いに行けなかったりするんだからね。はい、でも本当になんでなくなっちゃうんだろう。壁につけとこう今度エアコンね。壁につけとこう、うん、そしたらもう部屋入ってすぐにピッするもん。そうあんまりこう持ち出さないようにした方がいいかもね。そうちゃんはすぐなくす人はね、私すごいよ、うん、すぐなくす人の特徴ってこう無意識に置くんだよね。でここに無意識に置くから自分はどこに置いたかっていうのを全然覚えてないの。パパもそうなんですよ。だからパパに似てるんですよ翔ちゃんは。私じゃんそれ。そうだから親子揃ってそうなの。パパもほんとそう、無意識に置いてて自分がここに置いたってことを全然分かんない。そう目薬もねそこにあるの、もうすごい、うん、もうなくすじゃんって感じ。しっかりしましょうね。わかりましたか。エアコンだってさ、この前ここにあってさ、うん、この前さ、こっちにあってさ、この前ここにあって、この前あそこにあってさ、うん、やっぱ固定しようね、どっかに。壁につけるか、ほんとリモコン入れに絶対入れとくか。壁につけるのがいいです。じゃあ、ちょうどそれネジ入ってるから、はい、つけよっか。ネジつけましょう、これね。はい、ごめんなさい。はいはい、気をつけてください。はい、今からネジでつけたいと思います。はい、はい、はい、ということで結局ね、実はここにこれ前あのコルクボードをかけていたフックがつけっぱなしでね、はい、あったので、はい、もうそれをねこれちょうど穴が開いてるのでをかけられるんだよね、こうやってね。そうなんですよ、やりますよ。お願いします。こんな感じでもうしばらくはこれでいいかということになりました。はい、これなんかネジがでかくてね、めっちゃ壁に穴開きそうだったんで、これね、ほら、これですよ。そう、これめっちゃでっかすぎだよね、ぶっといよね、このネジね。ちょっとこれ穴開けちゃうとちょっと壁取った時やばそうなんで やめときますね。ちっちゃい穴だったらいいけど、ちょっとでかそうだもんね、あのネジね。はい、はい、ということでここにねくっつけたので、はい、新しいリモコンですあのあまりあれしないように、まあほぼ持ち出さずにそこでピッピやってください。あーもうちょっと壊さないでよ。壊しません。持ち出さずにそこでつけたりしたらいいかも。はい、戻りました。だいたいね、温度もほぼ一緒だろうし、はい、ほぼ一緒です。寝るときだけ、まあタイマーかけたりもいいけどね。あー、うん、こう見るとボタン少ないよね。うん、まあまあね、まあ専用の、あのリモコンじゃないのでね、パナソニック全部に向くから簡単な動作しかないんじゃない。あ、これタイマーないのか。あるよ、タイマー。あ、ほんとだ、よかったね。一応入りタイマーと切りタイマーがありました。よかったです。よかったです。はい、はい、はい、ということでね、はい、今回は翔ちゃんがね大切な大切なものをなくしてしまったというね動画でした。はい、もう今後気をつけてもらうために動画にしてみました、はい、今後気をつけなきゃまた動画にされちゃうよね。本当ですよ。もうだらしないっていうことがもう全国に知れ渡りますので、これでさ2度目のさ、うん、ちょっと2度目なくしたらもうやばくなってやばいですね
はい、はい、ということで それではバイバーイ。何やってんですか。あれリモコンつけんじゃなかったの。あのリモコンそこにね、タウチの全部ここ全部あここにかかってたものを取りたくなっちゃったのね。あリモコンつけるところに重なっちゃうから、重なっちゃうんですよ。羽織がどうしてもこうなっちゃってここにつけたいわけ。そこにつけたいわけ。じゃあこれどうする、あのウォークインにかけとく。でも飾りたいよね、迷うよね。刀はもう飾ろうと思ってて、うん、かっこいいし。すごいね、全部身につけてみたって感じですか。そうですね。あっつっ。すごいですよね。すごいです。こういうさ、マスクしてる人学校にいるの。あ、いる。炭治郎みたいな色の。いるんだ、やっぱり。いろんな色のマスクがあるわけね、学校でも。そう。これでさ、鬼殺隊の洋服があったらもう完璧じゃん、私。リモコン、はい、つけないんですか。つけます。パパにさ、あれ